ピントがここに合ってんだよな。いや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 、ピントが完全に後ろに合ってんだよな。なぜ私が心霊スポットに行くかと言いますと、まあ、結局は怖いものを見たいんですよね。だからなんでピント後ろに合う？俺に合ってよ。え、マジで怖いんだけど。霊感があるわけじゃないんで、怖いもの見たさでついつい行っちゃうんですけども、先日後輩と行った愛知県と静岡の間のトンネルの動画あったと思うんですけども、あれの後編、皆さんご覧になられたでしょうか。何分だったか忘れたんですけど、そもそも車のフロントライトが急に消える時点でおかしいと思うべきだったんですけど、コメント欄とかで見ておかしな場所があるなと思いまして、まあそれがこちらなんですけど、どうもヒカキンです。今日はスペシャルな内容でお送りしたいと思います。実際そうなんだよな。待って、 YouTube って。5分34秒、もう一度ご覧いただきましょう。どうぞ。どうもヒカキンです。今日はスペシャルな内容でこの後、したいと思います。実際そうなんだよな。わかりましたでしょうか。ビニール袋がガサガサっとなった後、明らかに僕でもなく後輩くんでもない別の方の声が入っています。と言いたいところなんですけども、まあ、ひょっとしたら何か別の声じゃないかとか、僕の声かまさや後輩の声が入ってただけなんじゃねえかって僕も思ってあまり気にしてなかったんですけども、はっきりとそうじゃないってことを最近ちょっと知ってしまいまして、でこれ水溜りボンドの缶だからちょっと連絡が来て、水溜りボンドの BGM を使ってくれてる GTK さんって方がいるんですけども、その方がですね、なんか先日心霊動画の声の部分を音声分析してくださったらしいです。その音声分析していただいた結果、誰の声でもないという結論に至ったらしいです。いや、わざわざ音声分析するのも面白いんですけど、なんか動画も作ってくださったみたいなので一回見てみましょうか。どうぞ。行ってくれ。ハロー YouTube、今日はスペシャルな内容でお送りしたいと思います。実際そうなんだよな。待って、 YouTube って言わない？なんで止まった？もう一回見てみましょう。行ってくれ。ハロー YouTube、 どうもヒカキンです。今日はスペシャルな内容でお送りしたいと思います。実際そうなんだよな。待って、 YouTube って言わない？なんで止まった？見方が分かんないな。ごめんなさい、見方が分かんないんですけども、多分音声的に言うと、ここのうめき声の場所、音的に言うと僕の声でもないし、マサヤの声でもない、あそこにいた誰の声でもないという結論に至ったらしいです。正直この心霊スポットに行った後特に何も起きてないんですけど、まあ風邪をひいたぐらいかな。心霊スポットに行った次の日結構風邪ひいちゃって咳とか結構出たんですけども、今はもう治って大丈夫です。まあこうやって見返してみると、女の人の声が入っていて誰の声でもなかったっていう検証結果も出たので、いいね。まあよくはない、まあよくはないんですけど、はい、というわけで今回ですね、音声検証の結果、あれは誰の声でもなかったっていうことが分かってしまったんですけども、ねえ、あそこ、まあ結構心霊スポットふざけていくとこじゃないんですけども、まあこういうことが起きてしまったということで、引き続き、やばい、ちょっと待って、ガムテープ燃えてね。待って待って、燃えてる燃えてる、待って、やばい。はい、というわけで、ちょっと結構燃えてますけども、心霊スポット行くときは皆さんもお気をつけて行ってください。